宿屋がここやったっけ。お、ザックスの影が見えた。めっちゃいるやんけマント。ファイナルファンタジーセブンリバース続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあコスモキャニオンが終わりまして、ああどうなんだ次はニブルヘイム、多分そっちに行くっぽいんですけれども、飛行場へ戻りニブルヘイムへ向かおうってことで、どうやら空から行くってなお話になっております。なのでまたこの飛行場に帰ってきたわけでございますが、ここでシドウをまた呼ぶってことでいいのかな。のろしをあげる。これでブランコ航空のご利用誠にありがとうございます。すぐ来たシドハン。ニブルヘイムまでお願いできますか。ハイウィンドハン。ニブルか、ま、なんとかなんだろう、うん、俺にかかればどんな場所でもしとっとるよ。あ、さすが。前のいろんなところも行けるようになるわけですけど、ああ一気に行っちゃいましょう。サブクエはまたどこかでできるでしょう。でまたモーションセンサー的な意味あんのかこれ。別になんか操作してるって感じで、あーニブル山が見えている。あってことはこっち側、あーこれ以上カメラ向こう向かへんか。向こうの方にウータイがあるってのイメージ。どんな空路で行くつもりだい。うえい、急降下はこれ以上無理。気持ち動かせるぐらいで、ある程度決まったルートを飛ばされております。で、あんなところになんとかなんだろうじゃなくて、ちゃんと滑走路あんやんけ。おいおい、こんな感じになってんだね。あそこやね。はあ、オープンワールドすごいね。来ました。着地。見知らぬ故郷。じゃあまたな。あの火事がなかったみたいな、そんな感じになってんのよね。待ってくれよセフィロス。うん、俺は黒マテリアが欲しい。え、うん、妄想クラウド。大丈夫か。うん、クロマテリア。他のみんなは大丈夫。大丈夫。この人もニブルヘイムに向かってるみたい。なぜクラウドがこういう状況なのか、オイラたちを呼びに来たのかな。説明は最後までせんのかな。そう思っただけだよ、なんとなく。最終的にその辺教えてくれるのって、うわオーディーン召喚獣だけなんか欲しいよな。それはつくづく思ってるんだが、前の場所とかに戻るのがちょっとめんどくせえのよな。クラウドのこの妄想の謎とかを解けるようになるというかさ、そういう話が出んのってなんか氷のステージ、そこで北条が出てきて言ってくれて初めてみたいな、そんな感じだったよね。
やからまだまだよな、まあ、むしろ今回のこのリバースではどこまで明かしてくれるのかっていう感じでございますけど、クライシスコアも多分絡んでるっぽいから、ケットシちょっとなんか違うもんね。ニブルヘイムは5年前に燃え落ちた、端末が残っていても使えるかどうか、5年前の事件のことは知っております。でも端末の心配なら無用ですわ。あそこは今でもシンナの重要施設ですから。マコーロのことか。あー、それもですが、よくわかんないけどさ、端末で調べない限り黒マテリアの場所わかんないんでしょ。ヴィンセントの話かい。行くしかないじゃん、うん、重要施設っていうのは。いや、硬っ。おい、イーブルウルフ折ったような気がします。頼むぜ。そこだ。どうだ、集中砲か。大丈夫。どっちはどうだ。ヒート&どうもー。これまた上ですな。いくよー。とりあえずの通信と、さっさっここさ、うん、ガシャッコン。全然雰囲気ちゃうよな、ニブル山な。ピロン。なんか離島にも通信とあるな。あ、チョコボ。この辺はこの辺用のまたチョコボやったりすんのかな。あ、もしくは何の変哲もないチョコボの可能性もそろそろあるとは思いますけど、せっかく近くにいるなら捕まえてやるか。ノーマルチョコボの可能性あるよね。いた。ちょちょちょ、チョコボの足跡だよね。ちょ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 、チョコボ。さっ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 。なにこれ。あ、また違う川チョコボとかかな。チョコボを捕まえる。え、目の前めっちゃ邪魔なんですけど。めっちゃいるやん。あ、そういう、え、ささささ、さ、どういうことこっちから行けへんとか。あ、いや、リトライも何もないけど、どうやって、こっちか、こっちやね。で、何や、おびき寄せ野菜。ああ、まずは野菜を取りに行かされてるだけ。これめっちゃ見てるやん。さすがにだから、へいってやって、おびき寄せ野菜を投げて、入り口方面まで。ああ、そういう。で、当たったらあかんってことか。こうして、あのサボテンに当たらんようにってこと？おお、入り口。こっちの方でいいんでしょうか。あれ、動けおい。あ、こっち。いいじゃなくて、あれ動かんかい。食べるの待ちかい。ほれ。で、
次は、はっ。ほえー。リトライポイント更新。へっ。いけ、膨らむ前に。当たっとるバカタレイ。すると、いや、3回ぐらい当たれるってことか、あれは。ほいっ。これは大丈夫。こっから先が多分大変だよな。うわ、わかりにくいこの辺。ほっ。くえー、動かへんのかい。あいつ喧嘩をとんの。おい。ここ頼むぞ。危ない、ギリギリじゃないか。あいつで、あ、次がリトライ、わーわーわー、どうやっていくの。おお、いけんのか。そのタイミングで次がしぼむかどうか。いや無理だなそれ。ちょっと一旦向こう。あ、いや、いけたか。あー、いけたな。バカタレ、もうちょっと待ちができてしまったね。左まで持ってくんよな。その後にそこがそうしぼむ。しぼむ場所覚えとかんな。上に持ってったらなあかんってことやな。ちいちいちい、こっち逃げて、の後に一旦上に行かしてやらなあかん。そこ急げー。ここまでは OK で、しぼんだらはっ、そっちに行かしといて多分大丈夫。こっからえ、これ、はっ、進んで、はい、進んで、あとは一気に超える感じかい。危ない。次まだか。しぼんだ。クイッ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 ク。もう、もういっちょ。これでも OK やろ。あとは俺が。ふい、ふい、ふい。向こう向ようしな。これもいける？あ、チョコボが見張っていて先に進めない。あ、まだ？シビアやな。あー、そっち
俺はもうさすがに近づいて捕まえよう。出た。オッケー、そういうことね。よし、ゴー。オッケー。大変でした。よしよし。何チョコボコイツ。お前何チョコ。クエ。あ、海チョコボ？マジ？海チョコボは水面の水流を吹き上げるチョコボジェットを使って海や川の上を自由に。マジ？水面で L2 チョコボジェットを使用すれば強力なジェット噴射で飛び上がり高所へ移動することが。え？え、じゃあもう終わりじゃないの？おい。やけど。このニブル山とかのいろいろあってこのエリアが出れへんように一応なってるってことなのかな。じゃなかったらだってどこでも行けてまうことになるからさ。なわけはないよな。おい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 、でも海チョコボ取ったら基本終わりのはずやぞ。全部行けてまうぞ。ナイツオブランド取れるんちゃうけ。ナイツオブランド出てきたらやばい。いけんのかな。ちょっとこの辺痛い。まあでも可能性は。あくっなっはっ。生かさへんようにやっぱ一応やってんやな多分。じゃないとまあそうやんな。今から忘られる都これで先に行ってまうなんてことがあったらシナリオわけわからなくなるもんな。もしかしたら行けるルートもあるんかもしれませんが、まあ順序立てて一応進んでいってみましょうか。なのであ、進むべきは、あはーん、なんかいた。おいおい、邪魔すんなよ。おい、いやー、私ってば強すぎ。チョコボーほっほほー。こういうところはまあ、あ、なんかある。そんな飛び方が。これで行けるエリアが多分ある程度決まってるっていう感じなんかな。おい、急にいろいろやりすぎやろお前。で、解析ポン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 、楽勝です。断崖のライフスポット。OK だ。よし。じゃあ、ニブリ山とマコーロ。マップ的には向こうのどう行くのが。と、なんかさ、この飛んでるこれなんかあんのか。これをほっ、チョコボソなんかあんねやな。すーん、めちゃめちゃ飛べりますやん。何この快適チョコボ。何でもありやん。先がニブルヘイムだ。あれから帰ってね。五年ぶりだな。私も全部燃えちゃったって聞いたから帰っても仕方ないだろうな。
でも普通の普通の町が存在するのよね。これはあれか、一旦降りてピヨーって行ってなんて無理やりだ。オッケー、ちょっとどっけどっけ、お前バカだな。よし、こっちの通信塔もオッケー、こんな感じなんやね。うん、よー、モーグリのやつなんか見えとったな。よし、ではでは、さっ、ここで読んだら巻きに来てくれる。ごめんな。じゃあどう行くんや、ここ行くんかい。うん、こっちから行くっぽいな。なんだこの万里の長城チックなギャラール橋よ。わ、普通に村があるぞ。嘘、これは一体ってな感じよね。おかしくなったのかと、うん、あれまたっつうのもあれだけどよでも誰がこんなことしたんだ。シンラ、さて端末を探しましょう。シンラ屋敷行くんかな。ヴィンセント出てくる。シンラ屋敷結構また杖できおったような記憶なんやけどさ。あー、とりあえずは神羅端末ってなってるな。あらー、めっちゃおるやんマント。あの改装の時はここら辺に宝箱あったはずないけどな。それはない。給水塔もこりゃ黒マントだらけだな。うん、それに村の人たちも。こっちを見ている。知らない人だよね。うん、この村に何か御用ですか。管理人。どうもどうも、あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らせてもらったんですわ。うん、後ろの方々は？ほてて。この人たちは。ここは私の故郷でした。でした。
なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。喋ってくれるのかな。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね。教えてくれた。今は魔鋼中毒の方々の療養所になっています。権利関係は処理済みと聞いています。うん、何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。うーん、あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。あ、故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。管理人。で、どうすんや。カードバフだ。変わり果てた村、いろいろとりあえず見て回れってことかな。依頼あんのかい。で、家入ったりとかは、宿屋がここやったっけ。お、ザックスの影が見えた。めっちゃいるやんけ、マント。見ろよこの数。なあ、こいつら全員自分たちの足でこんなとこまでわらわらやってきたと思うか。裸足やで。全部神羅の仕業だ。うん、自分たちの都合でぶち壊したりかと思えば偽物を作ったりよ。うん、何でも神羅の思い通りってか。そうはさせるかな。ああ、許せない。ああ、許せない。お前の故郷の分も、きっちり神羅に思い知らせてやろうぜ。で、なんかできんのかな。いらっしゃいませ。休憩されますか？休憩、いいです。2階で、わ、なんかありそう。ザックス、セフィロス、何かが見れるぞ。行く。思い出し。幼馴染とかいないのか。可愛い女の子とかさ。はあ。てか、俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか。いいから聞けって。横にいたのよ。すっごく可愛いんだ。いや、美人だな。見る角度によるな。めっちゃ語りよ。何より性格。ミドガルの子か。ああ、都会の子。ザックス。お。ザックス・フェア。エアリスが好きだったソルジャー。ゴンガが生まれの、俺の同僚。こんなに早く思い出したっけ？一緒にここに来たのか。はあ。ザックス、どこにいるんだ。ザックスは結局一応存在してんやもんな。なんやったらまだこの先のザックスをちょこちょこ操作してるからな。不思議なもんです。今回のシナリオどうなってるのか。これ昔からあった。あった。登りたくなるよね。うん、わかる、ね、あ、登ろ。あ、ちょっと何見えるかな。あ、スカートですよ。あ、ちょうどうまく見えんかった。
村だね、ちゃんと。ねえ、クラウドんちは？あっちの方です。あれだ。へえ、かわいい。家が。ぐぐっ。ごめん、無神経だった。全然大丈夫。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。ゆっくり喋んのかい？あれが村役場で、あそこがよろず屋。それからティファの家だ。そうだ。あ、人ん家じゃないの？勝手に上がり込んで大丈夫なの？それもしかしてここから見てた？いや、そんな覗き行為は。ティファのこと見てたかなって。真面目だから。自分真面目ですから。見てない。そんなことするはずないだろ。どもりすぎ。好感度が変化した。そろそろ降りよう。私はもう少しだけ。他のみんなにも会いに行く感じかな。ケットシーの様子を見に行こう。ティファは？オレンジとかは後で行く感じかな。おや入れた。料理長。さっきゾロゾロやってきたボーリーさんの紹介かい？誰それ？いや、たくこの忙しい時間に、邪魔したな。別にいいのよ、話し相手には飢えてるからね。あんた話し好きには見えないけどさ。失礼します。私噂好き。歌ってる。歌わないと余計な。なんか見れたりするわけではないのかな。ここにもお前。意地悪しないでね、かわいそうな人たちなんだから。お、魔法中毒だな。そう、でも私が見たところ2種類ね。種類っていうか型タイプ。時々体を拭いてあげるんだけどね。ああ、入れ墨。数字の入れ墨を入れている人が多いんだ。そんでその人たちには注射か何かの跡がある。まあ入れ墨も跡もない人もいるけどね。あら、ってことは3種類 4?注射の跡。中毒の治療の跡じゃないのかい？数字の意味は入れ墨の数字だ。さあね。でも想像が膨らむよね。なんかあったんやったっけ。2階。ここは療養者の皆さんのお食事を賄う調理棟です。血はいけねえな。あれ、こんだけか。階段ねえな。一休みして。ティファンチは分かった。旅の方ですか？休館ではない。ああ、療養所になってんのか。療養者の定期検診が終わった後からの対応となります。シャルト。クロマントの人たちに。
ピアノがあるってことはここやね。ディファがいる。開けられない。パパは、うん、あの日パパはなぜセフィロスを追ってマコールまで行ったのか、うん、病院で目を覚ましてから私ずっとそのことを考えていたの。だってセフィロスに追いついてもパパじゃ何もできないよね。実際そうだったし。でもミッドガルに出て自分の力で生活するようになって、うん、分かった。パパはただ怒ったんだって。今日は大変だった。でも明日はきっと良くなる。そうやって積み上げてきた大切な毎日を壊されたことにパパは怒った。その怒りがパパを動かした。そうなのかい。だから私も悲しい気持ちや虚しい気持ち全部を怒りに変えてアバランチに入ることを決めたの、うん、でも怒りって長く続かないんだ。アバランチの活動が過激になるにつれて疑問や不安が大きくなってクラウドと再会したのはそんな時だった。うん、うん、運命だな。運命だな。うん、私もそう思う。あ、ほんまに？いろいろあったけど帰ってきて正解だったな。昔の見せて作り直して何もなかったみたいにごまかして、こんなの許せない。あ、そっちの意味で帰ってきてよかったのね。死んだ、全部大嫌い。うん、なるほど。ピアノは弾けるけど、なんかピアノに挟まってるみたいなあったんじゃなかったっけ？違ったっけ？楽譜はねえもんな。なんか、いやな、特に新しいのねえんじゃ。んちゃうわ、なんかとある順番で弾いたらなんか何やったっけ、忘れちまったな。アルティマニア的なやつないとわかんねえな。ねえ、ここにいた頃クラウドよく私のこと見てたよね。うん、バレてた。そうだったか。私が見たら目をそらすの。はあ、声をかけると無視する。めんどくさいガキだった。自分でもそう。すいません。私は誰にも嫌われたくない子だった、うん、今でも自分のそういうところちょっと嫌い。なるほど、オッケー。まあ、ティーファさんちはこんな感じでいいのかな。お前カードバウトスできんにゃ。うわーじゃなくてデイルっていう名前あんのね。ほらデイルさん、ダメですよ。クイーンズブラッドなら私が相手になってあげるから。何これ、ごめんなさいね。いやいや、この人はデイルさんって言うんだけどカードバウトがすごく好きでね。そうだ、もしよかったらあなたデイルさんの相手になってあげてください。なんで？どうも私だと弱すぎるみたいで強いバウターを探してたのよ。ごめん、手が空いた時でいいからバウトしてあげてね。ああ、またどっかでやるわ。せっかくここちょっと帰ってきたからさ。ここは診療棟です。ガチャッとコアマント、あとはナナキとケットシー。このまま散っちゃって大丈夫かい？うにゃー！はあ。どうした？こんなところにあったんか。この端末からじゃダメですわ。アクセスできる範囲が制限されております。つまり情報は手に入らない。
諦めるんはまだ早いですわ。マコロ管理人は、あ、お屋敷入れてもらえませんやろか。あなたなら入れるのか。いや、はぁ、無理に決まってますやろ。ん、僕、シンラリゾートの平社員です。私のカードでもあそこには入れません。上司と交渉してください。うん、上司、課長は、部長は、どこに売りますのやろ。紫課長は本社からの点検依頼でニブルマコーロに滞在中です。マコーロ行くの。やっぱ明後日には戻る予定ですが、昨日から連絡ないんですよね。あら、遅れるかもしれませんね。そんなに待てませんわ。うん、急ぎだ、こっちから行こう。そうしましょう。マコーロにじゃあ向かうのかい。出発の準備。地にはあら、しない。マコーロに向かうにあたっての準備をする感じか。武器屋的なのは魔導出張所、よろずや、宿屋、クエスト掲示板。よろずやでちょっぴりなんかおうって感じかい。お願いします。ま、欲しけりゃ売ってやるよ。うん、腹立つ言い方しぎやがって。なんかあるかい。防具、めっちゃ強いかって言われたら微妙やな。どっちかって言ったら防御やな。金がねえわ。あんま敵倒してねえし。あんたの故郷はもうないよ。忘れる方がいい。あんな言い方すんなよ。で、レベルをちょっとずつ上げまして、へい、とりあえずこんなもんと、まだまだバレちゃう。ユーフィはこれ欲しい。はい、でしょ。レッツ、またどうなんかな。パーティー指定されてみたいなあったりすんのかな。全然やり使ってへんけど。いいでしょう。ティファーとラッシュ、ええでしょう。ケットシーもポイント結構溜まってる。これか。誰か、バレちゃんも。バレちゃんは物理じゃねえからな。ユフ、いやーでも、ティファか。OK。で、マテリアがちょっとあれやね。いっぱいなってきましたね。バリア、毒に AP アップつけて、バリア、いいでしょ。武器全然変えてないけど、そういえば。みんなこれでいいのか。まあまあ。あ、いやーでも、難しいね。
魔法が上がったりとかいろいろあるから、うん、難しいね。釘バットが欲しいね。リメイクではあったのに。で、聞いたよ、マコーロ行くんでしょ。うん、マコーロだ。端末の件は片付いたのか。うん、多分カードキーが必要になった。マコーロへ行って紫という男に会ってくる。うん、はい、はい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 、私も行く。私も。いや、ティファはメンバー固定かい。この村で一番のガイドといえば私。うん、分かった。お前ら大丈夫か。山に登ってカードキーを借りるだけだ。問題ない。お、しばらく戻れないと思うけど、やり残したことはない？大丈夫だ。クラウド、準備よろしく。急がないとマテリア逃げちゃうよ。うん、推奨レベル39。ああ、大丈夫。最近できた橋を使えば近道できるみたいです。よー、了解。いざ出発。うーん、またパーティー固定で行く感じやけど、意外とそれはそれで楽しいよね。入れっか。社長、ニブルヘイムへ向かわせた調査隊が何者かに襲われたようです。うん、ウータイか。社長の前でそんな笑わんでも。いよいよ始まりますな、若若呼び。ウータイが手出してきたから、早く行こう。やり合う理由ができたってか。あっちだね。あー、出発の準備。心霊式じゃなくて、このままニブル山の方に行ってってことよね。新しい橋。OK。じゃあこの3人でやっていく感じっぽいですか。この続き、また次回プレイしていきたいと思います。さあ、ようやくここまで来ましたが、まだまだあるよね。それではまた。よろしくどうぞ。